オリックス、魔の金曜日。オリックスは引き分けを挟んで今季最長タイの4連敗で、借金は同最多の6に膨れ上がった。6試合、21打席無安打が続く頓宮を、再調整では22年6月13日以来となる出場選手登録の抹消に。5月の月間打率1割7分2厘と低調が続く西川も今季2度目のベンチスタートとした。今季初の4番に中川、この日昇格の太田を7番1塁で起用。だが、4回まで楽天、早川に完全投球を許すなど、この日も苦戦した。それでも2点劣勢の5回に太田のタイムリーヒットで1点を返し、再び2点劣勢の8回は福田のレフト前タイムリーでチーム5試合ぶりの複数得点。さらに紅林がレフト前タイムリーを放ち、同点に追いついた。だが、直後の9回に登板した3番手高島がノーアウト満塁を招き、村林に決勝のレフト前タイムリーを浴びた。チームはこれで金曜日は今季6戦全敗となった。オリックスは勝ちパターンで、高島をずっと使ってるが、正直高島は不安です。なんか本当に弱いなぁ。中島さんが、勝ちに徹しきれていない。なんかここ何年かのワクワク感、というか、誰かしら何かしてくれる感じがしない。打線が打てないのと、リリーフが苦しいのがもろに出た感じだった。ええ格好しようと、泥臭さがなくなってきてないか？中島監督、人情味のある良い監督なんだと思うけど、チームの勢いがない今はもっと勝ちに徹してほしいかな。チームが勝てば、自然と選手も回り始めると思うんだけどな。これほどまで弱いのを的確にわかりやすく表現できるチームなかなかない。ただ、一つ言わせてもらえるのなら、継投のタイミング、継投の順番ともに、全く理解できませんでした。埼玉西武ライオンズファンです。借金一桁のうちは可愛いものです。3連敗中で借金5のチームがする采配ではない。昔に戻ったね。追いついた、追い越せない、投手起用を間違え、黒星が日常でした。元に戻ってますよ。